皆さんこんばんは。スマートシティインシュートの中野でございます。今日も大変お忙しいところこのベビナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。暑い日々は続いてますね。皆さんパンデミックプラス暑さってことで大変な日々になってますけども、元気でやってらっしゃいますか？今日はですね、スマートシティ101シリーズの中でも、いよいよですね、実践的な話の中でもプラットフォームの話ですね。ファイウェアの最新動向ということで、ファイウェアファウンデーションの望月さんをゲストスピーカーにお呼びしています。望月さん、こんばんは。今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、これから望月さんにお話をいろいろとお伺いするんですけど、多分日本のスマートシティの中世界で望月さん知らない人あんまりいらっしゃらないと思うんですね。そのくらい有名な方で、ヨーロッパをはじめとする世界のスマートシティの歴史をずっと見てこられた方です。で、今日は望月さんからですね、そういう多分バックグラウンドのお話もいろいろ聞けるんじゃないかと思いますけれども、ファイウェア、いろいろとデータを扱うデータ利用型とかデータ駆動型のスマートシティでは必ずプラットフォームが必要になってくるんですけども、その、デファクトスタンダードの一つになっているファイウェアの話をお聞きすると、こういう予定でございます。じゃあここからですね、望月さんにバトンタッチをしまして、お話をお聞かせていただければと思います。望月さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは画面を共有します。改めましてよろしくお願いいたします。望月です。ファイウェアファウンデーションのボードオブディレクターのメンバーをしてまして、過去3、4年前ぐらいからですね、こういったものを日本のちょうどソサエティ 5.0 というのの宣言が出たちょうど後ぐらいに、このファイウェアというものがその研究開発プロジェクトから民間主導 のいわゆる事業適用、市場適用のフェーズに入った頃にですね、私もメンバーに入りまして、それ以来日本の政策立案の方々、あるいは自治体の方々などに向けましてですね、こういったもののそのメリットというものをいろいろとお話しさせていただいています。そういうことで、技術系の方じゃない方も今日お聞きになっていることとは思うんですけれども、あまりそのもう一回、普段話しているような話を、なぞるというよりは、少し最近の、動向、それから少し先を見たときに、どういう流れが、ファイウェアのそのものに、あるいはその周りに起きているのかということを少しご紹介して、後半のディスカッションのネタにさせていただければと思います。ファイウェアもですね、そのファウンデーションの形になってから一生懸命そのユーザーコミュニティ、あるいはデベロッパーコミュニティとのその交流を促すためにこのウェブページを充実してましてですね、英語が多いということはあるんですけども、ここ見ていただくといろんな情報が入っておりますので、どうぞご覧いただければと思います。それで、こういった絵はもう今すでに、日本でも非常にこなれてきたと思うんですけれども、従来 その、技術導入型のスマートシティというのはその分野ごとにシステムを作って、その中でデータ活用サービスが行われるということで、長年、特に日本はそれで来た期間が長いと思いますけれども、こういったものをですね、分野横断でデータが利活用できるような仕組みを入れることによって、
まあ既存のサービス自身もより広い範囲のデータを使うことでよりサービスの質が上がる、あるいは新しいサービスを作ろうと思ったときに非常に簡単に低コストで、しかも迅速に導入できるということで、まあ、ファイアウェアは、こういったものを実現する一つのやり方を提供していると思います。でこういった考え方っていうのは少し前になりますけど政府の方から出ました、官民データ利活用推進基本法の中でもそういったことの、考え方の重要性を指摘いただいてますし、それから昨今の、政府の出されているスマートシティ関連での総合運用性の重視、まあ、そういったことによって日本のいろんな都市が連携していけるようにという考え方ですとか、それから最近では自治体様でもいろいろデータ連携基盤というものを、活用していこうという動きがだいぶ出てきていて、まあ、そういう考え方自身だいぶ日本の中でも、シェア共有が進んできたものというふうに思っています。で今更ですけれども、これは2011年に欧州委員会がスタートした官民連携のプログラムで開発実証された、まあ、IoT プラットフォームなわけで、始まった時にはまだ IoT っていう言葉はそれほど世間に広まってなかったですけれども、まあ、実質的には IoT プラットフォームになっておりますと。で大きく2つの特徴がありまして、1つは、NGSI と呼ばれるオープン標準規格に依拠してデータ交換と情報アクセスを、マネージしていく、まあ、そういった方式を取っていることによって、ローカルシステムを超えてデータの連携と利活用ができるということです。でもう一つはその方式はじめですね、この機能をですね、オープンソースでソフトウェア実装しているということで、まあ、自治体などのような立場から見ればですね、ベンダー中立的なオープンプラットフォームということを実現できるという、基本的な性格を備えています。それで今日はあんまり技術的な細かい話をするつもりなんですけど、少し数枚、お付き合いいただければと思いますけれども、これはですね、この写真におじさんが雨の中で土砂降りの中で雨の中で車を洗ってるんですけど、これってこの人って本当にスマートでしょうかと言って、そのスマートなサービスをしていくためにはコンテキスト情報の収集と管理が非常に必要だと言ってます。つまりその状況把握ということを進めながら、サービスを、作る実行するということが大事だということを主張しています。で下の絵はちょっとややこしいんですけれども、もともと ISO がその情報処理に関して7レイヤーのモデルっていうものを作って、それはまあ細かい話はしませんけれども、それを少し簡略化したモデルの中でファイウェアが寄って立っているところ その NGSI と呼ばれる、コンテキスト情報管理の方式っていうのはこの真ん中の3段目のですね、情報アクセスレイヤーに属するもので、まあ、過去 IoT の歴史を振り返ってみますと、もともとどうやってデバイスとつなぐんだというところが盛んに議論されてきましたし、さらにそこからデータを、やり取りしながらデバイス管理をするってことで、まあ、MQTT とか 1M2M みたいな、まあ、広く使われる、仕様ってものが出てきているわけですけれども、まあ、こういったものが、だんだんサービスとして、使われるようになっていくにつれて、まあ、そのアテンションをこう入れていくレイヤーってものがですね、徐々に上がってきてるなっていうのが、そのファイウェアが、まあ、今の時代に一つ、こうスイートスポットに来てるんではないかと思う、まあ、そういう理由であります。で、エンティティとこれはそのどういうふうにその IoT 情報を表現しているかってことを漫画で示したもので、一番ベースになるのはエンティティで物ですけれども、これはバスとか市民とかお店とか言ってますし、まあ、ここでは書いてありませんけど、イベントですね、ことも、このエンティティにしてもいいと。で例えばバスですと、それのある時間での位置だとか、その時に何人お客さんが乗っているか、運転手さんは誰ですか、ナンバープレートは何ですかのような、付随する情報があって、これをコンテキスト情報と呼んでいます。でまあ、そういったものは、人だったりお店ということに関しても、まあ、それぞれ属性値として、定義することができると。でこれを紐付けて使うっていうのが NGSI のやり方で、その表現形式は、まあ、細かいことは見ていただく必要なんですけど、まあ、要はこう紐でつながったようなですね、家があったり車があったり、その名前っていうものが ID だとすると、それにどういう属性があって、でさらに場合によってはそれのメタデータみたいなものが紐付いてっていうことをこの構造で表現していくっていうのがその NGSI の基本になっています。で、こういった方式を使いながらですね、ファイアウェアではさまざまなソフトウェアモジュールが用意され、オープンソースとして、用意されているんですけれども、まあ、一番中心的な役割を果たしているのが、
この NGSI というコンテキスト情報管理の API を使いながら、情報のブローカリングをするコンテキストブローカーと呼ばれるもので、まあ、ある意味これだけ使って、サービスを作っていただくこともできますということです。ただ、まあアプリデベロッパーの方はそれだけあってもねってことで、場合によって例えばその、ダッシュボード右上にあるようなダッシュボードで見える化するモジュールですとか、あるいは、真ん中の上にありますけれども自治体なんかがオープンデータをこう発行していく仕組みであったり、あるいは、右下にありますけれども、もう少しこう分析技術を組み合わせていくようなモジュール、こういったものがさまざまですね、ジェネリックエネーブラーというオープンソースのソフトウェアの、ビルディングブロックの塊、群としてですね、用意されていて、まあ、ユーザーはその使いたいものを使うという仕組みになっています。で、まあ、ファイウェアがこういったことを準備しながら考えるスマートシティの発展段階っていうのを、まあ、しばしばこういった講演では使うんですけれども、一番、左側は普通に IoT 技術を、まあ、都市なりに、適用した場合で、まあ、部局ごとのサービスを効率化できるし、オープンデータも活用できますねと、ただし情報は依然として各分野のサイロの中にとどまって、他のサービスとの、連携がなかなかやりにくいと。でこれをファイウェアのような仕組みを入れることによって、各種スマートサービスからの情報を、横断的に活用できるということで、一つはそのリアルタイム性ということを担保しながら、全体最適化、英語で言うとホリスティックって言ってますけれども、そういうサービスの実現につながるということと、さらにそれだけではなくて、それが持つそのデータ連携 の, その総合運用性を、活用していくことによって、今度は一つの都市だけではなくて、その都市、ある都市が作り上げたベストプラクティスってものを他の都市にも展開できるし、いいねっていうソリューションは他の都市でも再利用できるということで、まあ、これはソリューションプロバイダーにとってもその市場の拡大ということにつながる。でさらには、まあ、この先を見ますと、データ自身が例えば、まあ、オープンデータはタダでみんなが使えるわけですけれども、そうではない、もちろんパーソナルデータは扱いが大変ですけれども、そうではない、例えば企業なんかが持っているそれなりに役に立つデータってものを、例えばお金を出して、理解したりするようなデータ流通交換市場といったものが新しいその経済として市場としてできてきて、こういったものがひっくるまって、都市 の, そのビジネスの成長のエンジンになっていくというような、まあ、こう大きく分けるとそのサービスのスマート化と都市に新しい経済成長のメカニズムを入れていくというこういう、2種類の期待感を、言っております。で今日はいろんな都市の事例をたくさん出すというふうではないんですけども、一つだけそのポルトガルのリスボン市の事例をここに持ってきましたけれども、まあ、都市が目指している、リスボンが目指しているものは、そこに、スライドに書いてある通りなんですけれども、ここがそのファイウェアの、データの統合基盤を入れたのが、まあ、おそらく 2,3 年前の話ですけれども、一つの特徴として、この時点でリスボン市内には40以上のシステムがあって、それはいわゆる視聴者、行政府がサービス提供しているものもあれば、一部そのいわゆる事業者が使っているシステムもあったんですけれども、まあ、こういったものを、容易にですね、データの意味では統合して使えるような仕組みを作りましたっていうのが、まあ、先ほどの箱でいうと真ん中の2つ目の、タスクでして、でもう一つ、リスボンが非常に、力を入れているのは、まあ、昨今こういうデータ連携基盤を各都市で、用意していろんなプレイヤーの人に入ってきてもらってそれを使ってもらうっていうことを取り組まれているんですけど、特にリスボンはそのデータのこういう提供するその競争データラボ、コークリエーションデータラボっていうものを作りながら分析技術をですね、積極的に適用することで一つ一つのサービスによりそのプレディクティブなアプローチを入れてソリューションのその価値向上を上げるというようなことを始めていて、これは少し遅れること、去年の秋ぐらいから本格化した動きですけれども、まさにそのサービスを効率化したり良くするだけではなくて、こういう分析技術にそういうデータの価値 の, その引き出しってものをですねやらせるということにもかなり力を入れて取り組んでいるという事例であります。日本ではどうですかって言いますとですね、一つは自治体様が提供するスマートサービスの実行基盤として、まあ、公表されている範囲ですと高松市さん、加古川市さん、富山市さんが稼働済みでして、それ以外に計画策定中の都市がまあ7から8ぐらいと、まあ、実際にはいろいろ
お話を聞かせてくださいっていう年はもっとさらに多いんですけれども、まあ、こういう状況です。それからあのテストベッド、としてですね、データの利活用サービス開発の実証の環境としてはもちろん先ほど3つ挙げた都市はそれぞれ、持ってるんですけれども、それ以外に沖縄県と沖縄 IT イノベーション戦略センターがファイアウェアをベースにした、データ利活用の実証環境を、動かしてますし、もう一つはそのデータ流通実証実験として桜インターネットさんと NEC が共同で、いろいろとデベロッパーの方を招きながらですね、こういう環境を提供しています。それからあの昨年度、内閣府の方で、スマートシティアーキテクチャの SIP のプロジェクトが進みましたけど、この中で地域をまたいだサービス連携とかデータ連携の実証としてはですね、一つは広域防災として、高松市とそれから高松市の隣接する周辺の自治体で、防災関係の、データの、やり取りを共通化して統一的にはビジュアライズをするということを実証したのと、それからちょっと場所は離れてるんですけれども、富山市と高松市の間で、まあ、それぞれ地域のシェアサイクル、あるいは公共のバスみたいなものが連携したようなそのスマホのアプリというものの仕組みをですね、それぞれあの事業運営者は、例えば富山市はバスは市営ですし、高松市の場合はことでんという事業者さんですけれども、そういうシステムの構成の違いはあるにしろ、そういったものを吸収して一つのそのアプリで連携していくというような実証をしてきていると、まあ、こういう状況になっています。でここまでがまあ普通のファイアウェアのご紹介なんですけれども、さてと、その実は先週の金曜日、私あの Code for Japan の関さんのセミナーあの聞かせていただいたんですけれども、その時にも出た話ですけれども、日本でもそのコロナの、対応でオープンソースコミュニティというものは非常に活躍しましたということで、大変な時期ではあった中で、一方オープンソースって すごいねということをみんなが、肌で感じたんじゃないかと思います。であのこれはあのファイウェアとは違いますけれども、東京都の公式 そのサイトというものはオープンソースで作られて、非常に多くの開発者の方がここで貢献をされましたし、あのコードフォーサーバイの方が中心になったこういう医療関係のデータの統合というものを進んで、しかもそのこういったものがどんどん東京だけではなくいろんな自治体に次々と展開されるというそのスピード感というのが、まあ、その1週間とか2週間とかいうそういう時間軸で進んだということは我々の記憶に新しいと思います。でファイウェアはどうですかって言いますと、あのエンジニアリングっていう会社が、イタリアの会社が、IT の会社があって、これはあの、ファイウェアの中であのプラチナメンバーっていう、あの創設メンバーの一つで、プラチナメンバーの人、要はボードメンバーの一つなんですけども、ここがやっぱり、ヨーロッパでですね、スマートシティ向けのそのファイウェアベースの基盤をもともと作っていて、まあ、デンマークとかフィンランドの都市なんかで実績がありますけれども、それはデジタルエネーブラーっていうんですけれども、それを、実はあのイタリアってあのベネチアで非常に感染が深刻で、ベネット州っていうのはそのベネチアを含む州域なんですけど、そこの医療関係者の緊急要請が、2月の24日に来たって言ってましたけど、でそれから3日後ぐらいから突貫工事で1週間強で、新しい技術は何も入れてないって彼らは言ってましたけど、もともとのスマートシティの基盤を、改造して、いわゆる PCR 検査とか関連の情報を、まあ、ビジュアル化するようなこういうものを作り稼働に、入れました。これがどのぐらい効いたかというのはよくわからないですけども、でも非常に、うまく動いて評判は大変いいというふうに聞いていまして、あの下の陽性陰性要再検査という分類で、あのいろんなあのイタリアの場合には一人一人あの、保険証の個人と紐づいた番号制度があるらしいんですけども、それを集積しながら、1時間ごとに結果をアップデートすると、こういう棒グラフでの感染者の、推移、それからあの円グラフで書いたような年齢層による分類とかですね、それからあの、地理情報にもマッピングすることで、例えばある病院施設とある介護施設が実は非常に、地理的に近くて、その地域というのは要注意だねみたいなことを一瞬で見れるような、まあ、こういう、見える化のシステムを稼働させてますし、もう少しマクロには、あの疫学感染、私、全然あのプロじゃないんですけれども、こういった、学術的な解析に使うようなモデル分析にも使えるということで、結局、コロナの感染が広まったときに、まあ、どういう時間軸の精度でこれが必要だったかと、
おそらくまあ私素人では分かりませんけど、1日ぐらいのスケールでは、やっぱり制度が欲しかったんだと思う。おそらくそのある都市を、外出禁止にするとか営業をやめてくださいとか、あるいはもうそろそろ、営業、いろんな活動を再開していいんじゃないかということを、判定するのにそのぐらいの時間スケールの制度が欲しかったと思いますけれども、それに対して1時間ごとの更新でこういう、データの見える化をしてきたということは社会に非常に大きな貢献が、できた例じゃないかと思います。これはちょっと全然経路が違って NEC が関わってきた例ですけれども、インドのですね、あの輸出入コンテナ、物流コンテナ、クラウドじゃないです、物流の本当の箱のコンテナを、デリームンバイ産業回廊、デリームンバイインダストリアルコリドルっていう公社がですね、インドのそのコンテナの 95% 以上を、配下においてですね、まあコントロールしてるんですけども、これを、実は RFID で位置情報をその、もちろん港にある場合もそうですし、そこからさらにあの国内内陸の荷さばき拠点だとか高速道路のその料金所なんかを通るときに、位置情報をリアルタイムで可視化して分析するっていう、ロジスティックデータバンクのプロジェクトっていうのがありましてですね、これ自身はあの2017年頃から、あるものなんですけれども、実はあの昨年の9月に、特にその RFID から情報収集してくるサブシステムのところをファイアウェアベースの IoT の、ものに、更新して、実稼働が始まっています。これなんでこんなことしたかというと、この時はまだその後コロナが流行るって分かってないんですけど、その一つにはあの従来 の, あれのデータ更新が、ちょっと遅かったのでリアルタイムでこれが見えるようにしたかったのと、それから今そのこういうコンテナの港湾とかですね、拠点というのは今どんどん広げていくのにあって、その通信トランザクションに対してちゃんとそれをハンドリングできるシステムに変えなきゃいけないという要求が強かった、あるいはその RFID を読んでくるデバイスのところで、従来はあの専用のミドルウェアをこうコーディングして作っちゃってあったんで、いろんなものがなかなかそのつなげられないという悩みがあったので、まあこういろんなところからデータが取ってくれるファイアウェアというのは非常に効果を発揮したわけですけれども、その後インドでもそのコロナの感染拡大が起きて、まあ、3月の下旬に全国的ロックダウンが発令されました。でそうするとその港湾での物流作業も大変な制限ができてきたり、そもそもあの、オペレーションそのものが非常な混乱とかカオス的な状況の中で、その特にその輸出の作業にデータ取り分での可視化と透明性っていうのが役に立ったと聞いてますし、当局の指示っていうのもですね、そういう状況を見ながらですね、是正措置を講じるっていう意味で、まあ、あのちょっとインドっていうのはいろんなその情報制限もあってなかなか定量的なことについてはまだ聞けてませんけれども、こういったものっていうのがですね、やはり物流っていうのを通じてですね、貢献し始めてるっていう状況です。で、デジタルトランスフォーメーションというふうに見たときに、その今回のコロナの、大変な状況っていうのはですね、まあ、これを前に進める一つのドライビングフォースになってるっていう指摘は結構あると思うんですけども、まあ、今までお話したようなことを見て、これからの社会に必要なそのデジタルインフラっていうかですね、それが何かなってことを、まあ、今までお話ししたようなものから、まあ、私の個人的な思いも含めてここに書いてますけども、一つは圧倒的な短期間でサービス構築稼働をすることが特にコロナの環境下では求められたと。そのためには一つにはジェネリックか、まあ、つまりどこからでも、それから違った種類のデータを持ってきても扱える柔軟な情報処理と解析システムが必要だったということと、さらにそれが、まあ、先ほど の, あのコード4の皆様方 の, あの活動もそうですけれども、その再利活用、それからスケールアップに対応でき、なおかつそのオープンコラボを前提にしたようなシステムというものが非常に力を発揮するという時代になってきたと思います。でこういったことだけではなかなか解決できない部分もあると思ってまして、やはり状況把握をするときにレガシーなものっていうのはどうしても特に日本ではその組織文化とか、あるいはその責任や権限を持っている人に対するエスカレーションの手順みたいなものの限界っていうのは、これから打破していかなきゃいけないと思いますけれども、そのデジタルシステムで見ると、やはり局所的な孤立を排して、前半で述べましたコンテキスト情報が散逸しないようなものっていうのを、まあ、システムは当然ですけども、プラス業務プロセスとしてこれから入れていかなきゃいけないなというふうに、言えるんだと思います。あのファイアウェアの場合にはさっきそのバスの
番号があって、でもろもろの、属性情報があってってことでスマートサービスに役に立つわけですけども、もちろんそのコンフィデンシャルな情報ということも含めて考えればですね、これ別にファイアウェアに限ったことではなくて、例えばいろんな企業の中で、ある商談があったら、お客様が誰で、価格納期が誰で、営業担当が誰だっていう情報を、まあ、最後は、集計してきて今月の売上とかを社長や CFO に持っていく。ただこれもその企業内でいろんなシステムが違ってたり、部署関係会社で違ったりしますと、例えば売上の合計値は、社長に1枚持ってきました。それから、お客様のリストも社長に持ってきました。それで社長が、うん、今月はなかなかいい業績だから、例えば20代で、たくさん売り上げた営業担当を表彰しようじゃないかって言った瞬間にですね、コンテキスト情報が崩れてますから、もう一回誰だったんだっていうのを大騒ぎして探さなきゃいけないということで、まあ、そういったことをなくして、その企業運営を良くする手段として、少しオープンソースとは全然違いますけれども、例えば経営ダッシュボードだとか ERP だとか、ビジネスインテリジェンスのツールってものも、まあ、ある意味このコンテキスト情報の散逸を起こさないようなシステムとして今世の中に広まってきています。で、一番下はまあそのコロナの例ですけれども、まあ、こういったものもですね、まあ、私その今回その都道府県や保健所 その指揮命令系統の中でどういうことが処理されたのか私は全然知りませんけれども、まあ、こういったものがなるべくそのトップに近いところまで壊れない形でいきながら最後にビジュアル化して、しかもその公表できるものをオープンデータとして出すというふうにしていくことで、例えばその日に出てきた感染者数をどう信用していいのか、あるいはどこを、気をつけてみなきゃいけないのかということがよりよく分かるというふうな、社会というのができてくるんじゃないかと思います。さて少しヨーロッパのスマートシティの話をしたいんですけれども、先ほどのファイウェアのような考え方を使って、大きなスケールのパイロットプロジェクトが、まあ、シンクロニシティという名前で、つい、昨年の12月に中央一区切り終わりましたという状況でして、まあ、ここでは当初8つの都市、それから最後では20都市になりましたけど、こういった都市がデータ連携という意味において、その総合運用性のある基盤を使いながら、良いソリューションを検証して、どんどん他の都市でも使うということを、まあ、パイロットとしてやってきましたと。非常に大きな成功を収めて、これがオープンアンドアジャイルスマートシティっていう、その都市のネットワークが、中心になってですね、これを指揮してきました。で、今年の1月31日ですけれども、次のステップとしてスケールアップだということで、1月31日にこの写真はポルトガルのポルトでですね、欧州委員会とか各国の主要都市の市長が集まって、これに、覚書にサインをするっていうリビングイン EU っていうのが宣言されて、これからは、どんどん社会実装とそのスケールアップをしていくということが次のフェーズに今入りつつありますと。で、中身的にはどうなんでしょうっていうことを、まあ、もう少し、紐解いてみたいんですけれども、まあ、パイロットフェーズの時の中心は価値実証、それからそれを、他の地域で再利用、横展開するということで、ここではそのいろんな多くの都市がどんどん入ってこれるように、いわゆるその何でもかんでも標準規格でバリバリに縛るということではなく、ガチガチでなく、その最初共有しなければいけない部分だけを、共通化しましょうということで、ミニマルインターオペラビリティメカニズムということで、下に挙げてますようなコンテキスト情報管理の API と共通データモデルと、あとはデータをこうやり取り取引する仕組みってものの3つに絞ってですね、こういうパイロットが進んできましたということです。で、これを本当に社会実装に、していこうとすると、これは、いわゆる実サービスになりますし、それからシステムも、よりそのシステム化の連携が強いシステムオブシステムズって方に、まあ、行くと思われるわけですけれども、すでにいろんな都市にはいろんなシステムがありますから、単に何もないところによさげなものをドーンと一挙に作るってわけにはいかなくて、やはりそのシステムマイグレーションとその上に乗るサービスをつなげていくことの容易化ってことに、より重要性が、よりっていうか、そういったことにもだんだんこう重要性がいくということと、もう一つは実サービスになったときには、今度はその市民が共有できるサービスとしてトラストの拠り所が必要で、まあ、今年行われたそのオープンアジャイルスマートシティの、会合でも、ヘルシンキがパーソナルデータポータビリティに関わるマネジメント、それから、アムステルダムが、公正な AI というものをですね、新しく提案してきて、だんだんそのスケールアップに伴ってですね、社会実装フェーズに行くのに、必要なものというものも今、注目を浴びてきているところだと思います。で、これはその一つの例で、左側はちょっと難しい絵なんであまり気にしていただかなくていい。下からデータが来て、真ん中でコンテキストブローカーがあって、上の方でサービスなわけですけれども、
あるサービス作るのにですね、どんどんデータブローカリングをやって、サービス作ればいいんですけれども、必ずしも下その一個一個作んなくてもいいんじゃないっていう、そのサービスを開発する立場から言えば、ある程度途中まではできたよ、例えばそのレトルトのカレーみたいなですね、ものがあってもいいよねってことで、そういうものをアトミックサービスとして、複数の都市でニーズがあるようなものに対して再利用可能なマイクロサービス、あるちょっと少し大きなモジュールみたいなものを同時に開発して、こういったものを提供し始めています。で、いくつもリストが書いてありますけど、例えばそのある交通の、量を最適化するようなプランニングをするものとか、それから一番下にありますけれども、 NGSI のデータを最近 その地理情報にそのバスの運行とかの状況を、載せるために GTFS とか GTFS リアルタイムみたいなものがもうデファクトになってますけど、そういったものと NGSI を変換するようなものってものを作っていて、下の絵はちょっとごちゃっとしてるんですけども、例えば交通モードの選択の最適化ではオープントリップランナーっていう、オープンソースがありまして、これはアメリカのポートランドが、中心になって作ってきた交通モードの選択の、最適化のソフトで、だんだんそのファイアウェアはヨーロッパ発なんですけれども、他のオープンコミュニティと一緒になりながらですね、そのオープントリップランナー使っている都市というのはもうヨーロッパだけではなくてアメリカのたくさんの都市も使っていて、だんだんそのグローバルなネットワークの中でよく使われるサービスというものをオープン業界の中でつなぎ合わせて、より都市サービスを作りやすくするということに力を入れ始めています。それからデータモデルというのが非常に大事で、こちらはですね、まあ、ファイアウェアのコミュニティの中で TM フォーラムというもう一つ大きなコンソーシアムと一緒になって精力的にデータモデルを拡張中で、左はちっちゃいんですけれども GitHub の中に、いろんな分野でスマートデータモデルってものができてきているという状況でして、私日本の中ではこれ英語のものが多いんであまり、これのことを大声で言ってきてませんけれども、まあ、すでにある水とかですね、スマートシティ関係とか交通とかで、あるいはパーキングとかそういったものってのはなるべくですね、こういうグローバルで今広がっているモデルに合わせていくってことが大事だと思います。一方で日本には日本語ってものがあるし、日本の文化に根ざしたいろんな名前のものがあって、例えば私も詳しく知りませんけど、例えば避難所と避難所と、避難施設って言ったらきっと違うことを言うんだと思うんですけども、それってなかなかいきなり英語の中で、すぐには同じ形では、対応しないと思われるので、こういったものってのは例えば、政府の CIO ポータルなんかを見ますと、オープンデータなりの中で、どういう配列でデータを記述するというふうに揃えましょうというガイドラインが出てますので、こういったものをなるべく多くの地域というものがですね、揃ったものを作っていくことがこれから大事かなと思ってまして、まあ、ある程度揃ってくればですね、それと NGSI なんかを通じて、変換をして、世界で共通で使えるというふうにやっていくことは比較的、その後技術的には可能なことなんで、今後その日本でも共通データモデルの整備ってことをどんどん力を入れてやらなければいけない時期に差し掛かっているんだと思います。で、これがほぼ最後に近いんですけれども、まあ、こういうことを通じて都市という場が持続的な社会と、循環型経済のプラットフォームになっていくということで、まあ、これまでのかつて その電力や交通や医療というものを、分野ごとに効率化するということから、まあ、今世界 そのビジョンの中心というのはその市民中心のリバブルな都市と新しい経済発展のメカニズムの実現ということで、まあ、データ駆動経営とそれから循環型経済ということをまあ目指しているわけだと思いますけれども、市民中心ということを考えると電力や交通や医療というよりは環境持続性やモビリティや健康というふうにこれは書き換えると思いますし、さらにそれをうまく長期間持続させていくためにはその多面的なサービスを作りながら多面的なアウトカムを狙うということで、ちょっとちっちゃい字で横に書いてますが、例えば通勤する人が自転車に行くように、誘導するということは、これはもちろん本人の健康にも役に立つんだけれども、都市の渋滞の解消にもつながるし、CO2 の排出も減ると。それから観光地なんかで遠くから来る人にはなるべく公共交通利用者にインセンティブを言ってもらえるんですみたいな、まあ、こういうことって実はこれはファイアウェアのコミュニティで入っている都市がビジネスモデルとしてパイロッティングをしているものをちょっとこう持ってきたんですけども、まあ、こういったようなイメージで、都市っていうものがデータを共有しながら一方で、みんなが安心して使えるガバナンスを、提供する場としてのプラットフォームに、まあ、なっていくというふうに思いますと、
ということでして、もう時間が過ぎましたので、まあ、それを1枚にまとめたのがこういうもので、行政と民間事業と、それから市民の方にとってそれぞれの、ステップアップを促すものとして、まあ、我々ファイウェアのコミュニティはですね、まあ、これからも今も世界でどんどん新しい地域に、こういうバリュープロポジションを伝えるということを活動しながら、デベロッパーとアプリケーションを作る方々もですね、より多くの参画をお待ちしていますということでございます。はい、どうもありがとうございました。はい、望月さん、どうもありがとうございました。いろいろとですね、ご質問もいただいているんですけども、皆さんもですね、視聴者の皆さんもどんどん質問とかあれば、このタイミングで書き込みをしていただければと思うんですけど、送信先をですね、すべてのパネリストおよび出席者を選んでいただくと、皆さんで情報が共有できるので、そのモードでお願いできればと思います。で、皆さんから質問が来る間、ちょっとです、私がつなぎをしたいと思いますけれども、望月さん、これあれなんですね、必ずしもスマートシティだけに使っているわけじゃなくて、データ連携が必要なところだったら、いろいろと多様な使い方ができるツールっていう理解でよろしいですか？はい、今日はですね、スマートシティインスティテュートだったんで、スマートシティの話ばっかりしましたし、実際2017年に、ファウンデーションができた時の、まあ、ほとんど多くの人の使い方はスマートシティが多かったんですけれども、実はほぼ同じ時期にスマートインダストリーにも、相当戦略的な提携を結んでいて、インダストリアルデータスペース、今はインターナショナルデータスペースアソシエーションといって、そのデータの安心した取引をできるようなものって今、ヨーロッパで急速に広がっていて、インダストリー 4.0 って皆さんよくご存知だと思うんですけども、それを推進している団体と一緒になりながら、これもその今、スマートシティはスケールアップですって言いましたけど、もう一つヨーロッパで大きくそのデジタイジングヨーロピアンインダストリーっていうプログラムの中で、こういういわゆるビジネスの人たち、ものづくりだけじゃなく、初めはものづくり中心で始まったんですけれども、ロジスティックスだとか建設現場だとか、それからいわゆる医療系のロジスティック医療系のプロセス、そういったところに、こういったものを使っていくっていうのが、もう一つ大きな流れであります。あと、ファイアは4つそのメインの、応用を頑張っているんですけど、スマートシティとスマートインダストリーと、あと2つが、スマートアグリフードということで、アグリフードって英語ってなかなか造語なのかなんかよくわからないですけど、いわゆるその家畜のサイロの、餌のレベルをこう見ながらどうこうしたりだとかですね、まあ、もちろんその食料系のところも含めたようなサプライチェーンの、そこでもやっぱりデータの利活用に関してやってるのと、それから、少し最近になりますけど、スマートエネルギーって、もう少しその、これはインダストリーとかスマートシティと完全に排他的じゃないんですけれども、電力、特にヨーロッパだと再生エネルギーの入ってきたような分散系統の中で安定して、なおかつビジネス的にもうまく回すための中で、このファイアウェアのプラットフォームみたいなものを、使っていくっていう、スマートエネルギーの文化の立ち上がって、実は日本でも、電力中堅さんは、このファイアウェアファウンデーションにそのアソシエイトメンバーで入られてるので、非常に近い関係にあります。なるほど。はい。多分今日お話を聞いてらっしゃる方って、多分ファイアウェアに非常に関心がね、高い方が多いと思うんですよ。120名近い方にも入っておられるんですけども、で、多分スマートシティいよいよだぞっていうタイミング、日本も来ているので、概念設計の後にこういうそのツールを入れたいって気持ちが高まってると思うんですね。で、その次にこう思うことって、入れるのってどのくらい難しいんだろうかっていうね。なんか Excel だ、 PowerPoint をね、とか、はい、最初はこの心理的なバリアから入って使って慣れるまでっていろいろあるじゃないですか。はい、どのくらいこれその大変っていうか、大変じゃないっていうかものなんですか？ですね、まず一つは、できた当初はですね、若干 NGSI のやり方っていうのがその、まあ、XML っていう、まあ、ちょっとあれだったんですけども、今バージョン2、NGSI のバージョン2っていうのに変えてまして、足してまして、で今主流は V2 にして、これはかなりウェブアプリを作るような感覚で、開発者の方にとってみると、アプリケーションが作りやすい、RESTful なAPI って言いますけれども、まあ、そういうもの、もちろんソフトウェアのコンポーネントそのものは C++ とかですね、いわゆるソフトウェアのバリバリバリで作ってありますけど、それを使ってアプリケーションを作るという意味では、相当簡単化されてきているので、まあ、特にそのスタートアップっ
ですとか、Code4 の方々にはぜひですね、そういったことを試していただきたいなと。で、もう一つの問題は、じゃあ、Fiveware のようなものをそのある自治体の方で使おうかっていう判断をするときに、それが簡単かどうかっていうことを誰が測るんでしょうね。これはとっても難しい問題で、その自治体さんでも最近かなり IT のことを経験されていられる方っていうのが、まあ、増えて、らっしゃるので、まあ、そういう方が判断されて、使っていただけばいいですし、そのさっきも言いましたように、ある程度のそういうリテラシーがあると、どの部分は自分の自治体は使ったらいいとかですね、この部分はいらなくてこうしようとかっていうことが、まあ、ある程度できるといいなと思って、それであのちょっとまあ英語っていうあれはありますけれども、日本語でもですね、さっきあのお見せしましたような、そのデータ連携の実証環境を提供しているところをググっていただきますと、まあ、ある程度日本語のですね、チュートリアルとかドキュメントがあったり、それからまあ英語少しは大丈夫さっていう方は、Fiveware のさっき の, あのオルグの方を見ていただくと、これはもうあの本当にチュートリアルから、各種ウェビナーから、ここ2年ぐらいで急速に充実させていってますね。まああのオープンソースコミュニティって Fiveware に限らず、その Linux でも OpenStack でも大体そういうことをまあ やっていくのがまあ通例なんですけれども、そういう意味で言うと、だいぶそのいろんな方に使っていただきやすくするための努力っていうのは、このところだいぶ進んできているとは思ってます。なるほど。はい、というかそうすると、今後そのスマートシティの文脈で、何ですか、ローカルヒーローじゃないですか、こういうのを使ってね、活躍する人が一人二人になっていると、ボワーッとなんだろう、そういう人に人間習いじゃないですか。そうですね。はい。きっとね。なるほど、なるほど。ですね、質問がいっぱい来てるのですが、それにちょっと行ってみたいと思います。ちょっと目を離すと、ドドドドと増えていっちゃうんです。追い切れるかって、全部追い切れなかったら申し訳ないんですけど、まずですね、コンテクストブローカーからの情報は有料になりますかという質問が来てます。これ別にそういうのじゃないんですか？いや、全然有料じゃないです。コンテキストブローカーを使うことも無料ですし、その機能を使って、有料か無料かってのは あくまでそのデータをも提供するために持ってる人と、それを受け取って何かのサービスを作る人だけの話であって、うん、コンテキストブローカーという機能を使うことに関しては、無料です。はい、これ、Fiveware って全くそのオープンなので無料っていうふうに考えていいものなんですか？はいはい、無料です。無料です。一番簡単な使い方は、そうやってブローカリングする、誰からのデータを誰様に届けますっていう、この機能を使うことは無料ですし、実はそのブローカリングをする部分だけじゃなくて、さっきもいろんなモジュールがありますって言いましたけども、Fiveware のカタログっていうのを見ていただきますと、まあ簡単にダッシュボードを作る機能だとか、みんながみんなダッシュボードを作りたいんですか、そうじゃない人もいると思いますけど、簡便にダッシュボードを作るのはワイヤークラウドっていうようなものだったり、それからもう少し IoT のセンサーとかなんかから、このコンテキスト情報の格好にしてつなげて持ってくるためのその、仕組みだとか、それから、認証を使うやつは別に Fiveware で独自に考えてるわけじゃないですけど、OS2 だとかですね、いろんな機能がもうすでに無料で使えるように、揃っています。だから視聴者の方にもし分かりやすく言うと、レゴみたいにパーツをこう取ってきて組み合わせると、はい、はい、そうです。これはちょっと組織文化みたいな質問ちょっと来てて、日本でできないのはレガシー的な組織や観光が限界で壁を作っているからなのでしょうか。まあ、これ多分ファイベアっていうよりもですね、はい、まあ、企業とかでデジタル化っていうのが進まないっていう多分基本認識があって、はい、で望月さんから見られると何が壁になってると思いますかっていう問いだと思うんですね。はい、途中のパワーポイントでそんなのを入れておりましたけれども、まあ一言で言えばイエスだと思います。で、よく分野間でデータ連携だとか官民データ連携っていうときには、横の壁の話をすることが多いと思うんですけれども、さっきちょっとお見せしたスライドでも言いますけれども、何かを集約してってある知見にするときに、その
情報化デジタル技術の強みっていうのは、ファイアウェアに限りませんけど、それが紐づいた格好で処理できるということで、それをコンテキスト情報っていうふうに言ってるわけですけれども、さっきあんまり時間がなくて言いませんが、例えばさっきもちらっと言ったんですけど、一つの会社の中でも、例えばその後から吸収合併したところは違うシステムを使ってますだとか、系列会社は違うシステムを使ってますとか、それからメーカーなんかだと工場ごとに違うシステムを使ってますっていうと、もちろん会社っていうのはその決算発表をしっかり証券市場に対して出さなきゃいけないから、そういう勘定項目に関しては必ず自動化されて間違いのないシステムを作ってますけれども、必ずしもそれが経営の判断をするのに役に立つ情報を持ってくるようにコンテキスト情報を保存したまま使ってるとは限らないんですよ。でそれがだから横の壁だけではなくて、そのレポーティングの壁にもなっていると思っていて、でそれってみんな会社の中では分かると思うんですけれども、それをやっぱり変えていくことが必要だと思います。でそのためにはまあそのトップの決断っていうのも大事だと思うんですけれども、やっぱり昨今いろいろ自治体の方々ともお話しさせていただくと、やっぱりそのデジタルってこういうもんだよってことが実際こう肌感を持ってらっしゃる方がですね、先頭を切っていろいろ良いことを起こしていくってことで、まあ、だんだんそういったものがですね、つながっていく側に動くので、私はそのデジタルトランスフォーメーションだといろんなレベル感があると思いますけど、そこに変えていくその決断をして、そちら側に進めるかどうかっていうのがすごく問われるんじゃないかと。ちょっとこれファイブウェア固有の話ではないですけど。ないですけどね。はい。次の質問なんですけど、これは内部には僕も同じことを考えたことがあって、皆さん一回は問う質問だと思うんですけど、エストニアの X ロードと何が違うのでしょうか。IoT 部分クエスチョンマーク互換性（インターペレビリティ）はないのでしょうかという質問が来ます。X ロードとはですね、まずファイアウェアはおっしゃる通り IoT の時に特に、力を発揮いたしますと。それで、X ロードはどうですかというと、あんまりそういう機能を気にしてないんじゃないかと。 X ロードの場合っていうのはインターネットを使いながら、それでも、いわゆる政府系のしっかりした情報管理をしていこうということで、安心できるそのサーバーノードっていうのをこう置きながら間違いなく使う、それに、インターペラビリティを出そうというやり方だと思うんですけれども、ご指摘の中でそのやっぱり IoT が絡んでリアルタイムなデータの、活用がしたいっていうことの、差で言えばファイアウェアは明らかにそこは違うと思います、うん、でもう一つインターペラビリティはどうなんですかっていうと、それはですね、いわゆるオープンデータの中で、いわゆる都市系政府系自治体系の中で使われているデータモデルだとか、それのハンドリングに関わることなので、そことの取り合いをしていけばですね、基本的には互換性は出せると思います。ファイアウェア、X ロードのコンフィギュレーションそのものっていうのが、さっきも言いましたように、その専用通信回線ではなくて、インターネットを使うんだけれども、安心して、政府系のデータのやり取りができるっていうところにメインが置かれていると思いますので、若干狙ってるところは違うと思いますけれども、やろうと思えば、そのデータのやり取りはできると思います。これ大体と考える保管って考えた方がいいっていう、はいはい、おそらくそうだと思います。ガブテックみたいなものの中でどれだけ IoT のデータをこう普遍的に取ってきて処理できますかっていうと、そんなに機能充実してないんじゃないかと思うんですけど、でファイアウェアはそういういわゆる Excel みたいなですね、リアルタイムとは違う Excel みたいな感じのデータはオープンデータで発行してる、その C 管っていうプラットフォームもありますけれども、そことはやり取りができるようになっているので、ちょっとそのデータの扱いの信頼性とかなんとかっていう話を、抜いてしまって、C 管のようなものと、それからそれをさらに使った、政府系サービスのシステムで X ロードっていうのが、まあ、似たようなものだと思えば、そこからそのファイアウェアにつなげていくことができます。C 管とはすでにその NGSI を通じて、IoT のリアルタイムデータをやり取りする、仕組みっていうのはもうできてます。うん、なるほど。ですね、あと1個、2個です、ね、自治体の例ですがと、はい、自治体のレのシステムが吐き出すデータをファイウェア上で利用することが前提と思いますが、逆にファイウェアを使うことで自治体がシステムを更新しづらくなるような心配はありませんかという問いを聞きます。ですね、ファイアウェアはロックインしないっていうのが一番の信条なので、データをとにかく
アプリケーションからこういうデータが欲しいですと言われたら、そのデータがどこにあるかを見つけてお届けするというのが一番中心的な機能なんですね。うん、なので、その上に、どういうアプリケーションをどういう言語を使って、あるいは、オープンソースであろうがそうじゃなくて、見せないソフトで作ろうが、そこは自由です。はい、そのただし、データの交換 の, その方式だけはまあ合わせないといけないんですけれども、さっきも言いましたように、そこってのは大体世の中の今、トレンドに沿った部分っていうのは、それが容易にできやすいふうに充実してますし、さっきお話しました、アトミックサービスの中で、交通 の, そのどの選択をしたらいいかの最適化をするやつも、当然、あん中には、もともとファイアウェアが提供してない AI みたいな機能が入るわけですよね、最適化だから。うん、だけど、それは、そういう一つの塊として標準的には提供しますけど、どっかの都市がいや、もっと賢い AI のアルゴリズムを考えたから変えたいんだというふうにしたら、自由に変えられます。だからファイアウェアの特徴って今日はあんまり、主張しませんでしたけど、その今いろんな分野から取れる、柔軟だっていうことは、結局将来に対して技術が進化したので違ったアルゴリズムを入れたいとかいうことに関しても、それを、フューチャープルーフですか、そういう性格を持っているというふうにも思ってもらえばいい。うんうんうん、ありがとうございます。ですね、最後の質問にさせていただこうかなと思います。ちょっとやっぱテクニカル系な質問が増えてきていますけども、ぼやけた質問で申し訳ございませんってちょっとマクロ言葉ついてますけど、簡単に言うと公正公平やデータベースというイメージを持てばよろしいですかという問いなんですけど、まあデータをやり取りするという意味ではデータベースのように、思っていただいてもいいんですけど、データベースというのは基本的にある溜め方とか溜めとくことに中心が置かれてますけれども、ブローカリングというのはさっき言った、サービス側が発しているデータのニーズと、それからそれを、実際にどこにどういうデータがあって今アベアラブルかということをつなぐ機能が大事で、しかもその想定しているのは一つのところにこう溜まっているデータじゃない、特に IoT なんていうのはデータはその現場で起きてますから、それを地域的には場所的にはこう分散したところからデータを仲介して必要としている人に届けるというふうに思っていただければいいと思います。なるほど、はい、貯めると仲介の違いですね。貯めるっていうと、もちろん貯めることもできますよ。貯めることもできる機能はありますけれども、基本的には、さっきもシステムオブシステムズって言ったらですね、ある時期にはサービスはこのシステムとつながっているけど、誰か市民の人が隣の市に行ったら違うシステムとつながるじゃないですか。そういった時にどんどんそのデータ源とアプリの関係っていうのは変わってきますよね。そういったことに追随できるっていうふうに思って、なるほど、はい、なんとなくね、その貯めるっていうと銀行でブローカレッジ証券会社みたいなね、証券会社のに近い話だなと、はい、なんかそういうもありかなとしてしまったもんですが、はい、これからですね、多分ファイブウェアってますますグローバルの中で注目を浴びつつ、日本でもねこれやってみたい、触ってみたい、学びたいっていう人が増えると思うんですけど、そういうこう学びたいと思った時には、はい、どういうふうのが一番これいいんでしょう。ですね、さっき言いましたね、まあ英語ある程度お分かりの方は一番充実してるのはやっぱりそのファイウェアオルグの中で見ていただくと、チュートリアルからもっと優しい、ウェブ形式のウェビナーのアーカイブもありますん で, で中には日本語の、Ruby が振ってあるのもありますので、見てやっぱりチュートリアルのいいところは自分でこう触ってみながら試してみれるってことでいいと思うんですけども、日本語での、活動ということですと、さっきも言いましたようにそのデータ実証実験っていうのを、ググっていただくとありますので、そこに参加登録していただけると、実際セミナーとかハッカソンみたいなものが、ちょっと私詳しく運営のディテールは知らないですけど、あったり、それから技術文献を日本語に直したものとかもありますので、そういうところを見ていただければいい。沖縄の方も、やはりググっていただければある技術情報があります。はい、はい、ありがとうございます。なんか今回はね、こういう比較的こう総論的なことでいろいろご紹介いただきましたけど、はい、まあ、今回はなんとなくこう実際にやってらっしゃる企業さんとか自治体さんにここでプレゼンテーションをしていただきながらってことができると、また広がりができるかななんて思ったりもちょっとしました。まあ、オープンソースなんで、はい、まあ、ファイアウェアある程度やっぱりちょっと試してみて触ってみないと、外から見て一発目は、私は NEC の人間ですけども、やっぱり最初いきなり使ってみると、なんかこれを思った通り動かないじゃないかみたいな、うん、まあ、それはやっぱりちゃんともう一回よく読んで、試してみると動くようになっていて、そこのハードルを超えていけば、まあ、あるスキルを持った方だったらですね、どんどん簡単に使いこなしていただけると信じています。
はい、わかりました。そろそろお時間もちょうどいいところに来たので、今日はこれで終わりにさせていただければと思います。内田さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、じゃあ事務局内田さん、よろしくお願いします。内田さん、あのミュートになってますよ。大変失礼しました。本日もどうもありがとうございました。最後にですね、簡単に、社団法人のご紹介と、それから今後のウェビナーの予定をご紹介をさせていただきますので、しばらくお付き合いいただければと思います。はい、まずあの今日ご視聴いただいた皆様にはですね、退出されますとアンケートが飛びます、まあ、あの簡単にお答えいただける内容になってますので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。それから今後 あのウェビナーの予定でありますとか、過去の動画はですね、ここにお示ししてます、あの私どものホームページや PTX のページ、それから YouTube のチャンネルで、ご案内できますので、あの詳しくはそちらの方をご覧いただければというふうに思います。はい、で私ども社団法人スマートシティインスティテュートでございますが、昨年の10月に設立しました、まあ、日本のスマートシティの拡大高度化に貢献するという大きな目標を掲げた組織でございます。で、まあ、いろんな海外の先進事例でありますとか、スマートシティに関連するいろんなナレッジの共有と、まあ、それをもとにした情報発信であったり政策提言といったことをやろうということで活動しておりますが、まあ、足元はですね、まあ海外のツアーであるとか大規模フォーラム難しいので、まあ、こういったウェビナーでナレッジの共有を図っているという状況でございます。で、24名のアドバイザーの方にご就任いただいておりまして、まあ、このイベントにもですね、あの随時ご登壇いただく予定にさせていただいております。会員の制度でございますが、法人会員の仕組みになっております。で、参上会員ということで、地方の自治体の皆様であるとか、関連の団体の皆様はですね、無料の参上会員ということでご参加いただけますので、もしご所属の組織がまだご入会されてないということであればですね、ぜひこの機会にご入会も検討いただければと思います。で、一方であの個人のでフォローしたいという方についてはですね、あの会員制度としては大変申し訳ございません、あの用意してないので、ツイッターであるとかフェイスブック、こちらの方でですね、あの情報をフォローしていただければ、まあ、いろんなあの情報を対外的にも発信しております。はい、で今後のウェビナーのご案内の前にですね、一つ大きなイベントを予定しております。今日も話題になりました、あの日本のスマートシティのリファレンスアーキテクチャというのが政府からも公表されておりまして、まあ、これを今後実装していくにあたっての、まあ、あの課題でありますとか、議論を進めていくという趣旨のイベントでございます。6月29日、ウェブ形式ではございますが、まあ、丸1日のイベントとなります。事前に登録いただけますとですね、当日のプレゼン資料のダウンロードができますので、ぜひお早めにあの登録をお願いしたいというふうに。それから今後のウェビナーでございますが、このシリーズは本日がファイウェアのお話で、来週ですね、スーパーシティ構想のお話をですね、内閣府のご担当の3時間からお話しいただきます。でそれ以降ですね、ここに書いているようなシリーズが続きます。それからコロナ対応ということで、海外のですね、コロナの対応状況等を中心に都市のレジリエンスを考えるシリーズ、こちらの方は会員様限定になっておりますが、来週23日に予定しております。ブラジルであります。次はですね、それからシビックテック、ガブテックのシリーズということで、こちらも今週はですね、金曜日にグラファー様にご登壇いただく予定になっています。それからあとオープンイノベーション、スタートアップのシリーズということで、こちらも17日に今週予定がございます。それからサーキュラーエコノミー、エコロジーのシリーズということで、こちらは今週18日にですね、エドノミーというテーマで、江戸の時代の循環社会から、循環型社会から学ぶというようなテーマでのイベントはございます。はい。で最後になりますが、あの会員の皆様にはですね、このウェビナーにですね、逆にあのプレゼンターとしてですね、ご登壇いただくということで募集もしておりますので、ぜひこちらの方もご検討いただければというふうに思います。はい、以
以上、事務局からのご案内でございました。本日もですね、多数の方にご参加いただきましてありがとうございました。一部ちょっと音声が乱れた点がありまして、大変申し訳ございませんでした。それでは本日、望月様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で終了いたします。ありがとうございました。失礼いたします。